おはようママ。そういろいろチーターから連絡も来てるからさ、心配してたんだけど。書いてる薬こう。そうそう、こうやって書いていたらあれなわけ？じゃ忘れずに済んでるの？そんでも忘れてる。忘れてるんだ。チーターこれで持ってけつもり。工夫を重ねていかないと難しいねチーター。なんで針が2本しかないの？ほら。ん？ここに1本ある。ああ、びっくりした。ちゃんと合ってる。合ってる。よかった。ああ、じゃあ、いいよ、いいよ。じゃあ、これから食べに行こうか。水分取ってないよ。取ってないよじゃなくて。ね、水分は取って。これ。水分は敵じゃないから、味方よ。座って。うん。はい。だって見本がないんだもん。見本、ここに置いといたでしょ。見本から飲んじゃったらダメだよ。見本飲まないで。ママできない。だから見本ここに昨日一列置いてあったの。で、その見本どうしちゃったの？飲んじゃった。それを聞いてるの。見本だから飲んじゃったんじゃない？これは飲んでも構わないと思うけど、昼と夜別に重ねて飲んで。いや、ママそんなに飲んでない。そんなボケてないの。だからどっかにあると思う。そこ見本って書いて。今そんなに入ってるツトで。はい、でもいろんな薬が入ってるからセットしてる薬が。だからどれがどれだかわかんない。ここに入れたんだと思うけどね。リカちゃん車の中にほら入ってるから。あ、分かった分かった。うんうん。足の。あ、それあでも後ででいいよ。皮むけのやつ。皮むけのやつ。いいの。忘れないよ。忘れないよ。一緒にしないで。あ、そうだ。チータン今日ちょっとママ105。うん。じゃあ少し食べないとね。車の中にほらリカちゃん足ベルベルする。ベルベルする。そんなに私の皮むきたい。持ってきなよ今。持ってくるか。あ、じゃあちょかして。左側になんだっけ、なんかあるんだよ。ママ大変。何？これ車の鍵じゃないみたい。あ、違うよそれ。ちょっと鍵穴がさ、どうやって。ごめん。ちょっと入らないでしょ。これかな。これをあげたくて仕方がなかったんだね。はい、いただきましたよ。いた。杖はつかないと意味ないよ。そうそう。散歩つけないんだよ。で、後ろね、あっちから後ろ。ここね、段差ね、ママ。気をつけて。あ、ここいいんだけど。歩くの早くていいんだけどさ。あ、危ない危ない。杖ついてって。なんで浮かしてんの？もうね、杖なくてもね、歩ける。杖なくても全然歩けるママ。一応持ってるだけ。なんで浮かしたんだかわかんないんだよ。一応持っていくだけでなくても全然歩けるから。それビニールに入れようかって言ったら出しにくいんだよ。だからなんで入れないの？今まで入れてたのに。そこに袋も買ってあったのに。やわ。マジ大変だわ本当に。聞いた。あ、もう外れた。そうなの。グッ。そこにあるんだよそれ。マジ大変。今やってるのは朝？あ、これが朝？見本。これ朝ね。見本で今見てる。あ、じゃあ一応これをここ置いとけばいいね。うん。うん。それと。ね。ああ、ちょっと頭がそこゴンっていくのせいで。頭が。だいぶ良くなったみたいじゃない？うん。じゃあ外科に行くとゴリゴリやで痛いんだよ。うん。でもね、しょうがないもんね。この間も随分やってたっつうのね。あ、そう。産んでる両脇。そっとよ。ね。そっとはやらないよ。そっとやらないよ。やだよ。あ、本当だ。全然違うね。うんうん。でもね、ちょっとねあれだ。何？ちょっと何？え、何が違う？あ、水でごめんごめん。そんでここが痒いんだよ。この白いところ。そう、ここがねちょっと少しねぐちゅぐちゅしてきちゃった。それはなんだろうね。わかんない。怖いな。痛い。外科と同じだこれじゃ。全然外科はだってあれピンセットみたいの使ってやるんだから。痛いよ。これがねこういうの剥がすんだよ先生がきっと。ああ、こういうの。なるほどね。うん、これじゃね手で取りきれないんだよ。この白いところちょっと痒いじゃん。ね、不思議だよね、うん、人間って。先生、うん、それ結局何のためのあれだって。これは保湿みたいな感じ。保湿だってやっぱり、うん、そこにたっぷり塗っちゃっていいって。そう。あ、
三倉天使褒めるもん、うん、上手に処置してる、うんうんうん、なんかこういう関係で仕事してるんですか、うん、ちっちゃいね、娘さんだから施設にいていろんな年寄りの様子にして、ああそうですか、うん、むくみ取れたね、うん、むくみね、うん、今日歩いたからそれもあるし、多分食事がしっかり、インシュリン打つからね、少し食べないとあれなんじゃないかい、うん、あ、夜ね、インシュリンも打つから、うん、24単位だからね、夜、うん、分かってるよ、うん、この間の包帯とちょっとまた違うね、違う、あれはだって家から持ってきたやつだから、うん、玄関に転がってるじゃない、そういっぱいダマになって、うん、うん、買ってきたやつ、ちょっと連絡したしたよ、今多分向かってる子と思う、ちょっと待って、でこれ一緒にここに置いて、うん、これさ、本当はここさカバーしたらここね、あの防水マットっていうの、うん、本当はねそれをしたらよかったんだけどね、携帯はまだカバーとか全然やできてないから、うん、もしもし、あのさ、ご飯食べてからちょっと時間が経ってるんだけど、お薬飲ませた方がいいわけ、飲ませちゃっていいわけね、はい、夜遅らせて、インスリンは打たなくていいってことだよね、お腹空いてるんだけど、いやお腹空いて、お腹を食べたんだって、だからとりあえず薬飲んでって、これなんだって、それはね、ベッドの上にあった、これだ、ふりかけ入ってるけどなんで、なんか防腐剤のようにふりかけ入ってたけど、うん、いいよ、よくこれが夜の分ね、じゃあ夜の分ここ出しちゃうとまた飲んじゃうから、どうする、じゃあ夜もこれ飲むんだっけ、飲むんだよ、じゃあここの中入れとく、みんな飲むんだと思った、そうで新しいお薬があるから余計にそうなのよ、それ説明する、そう説明するから、ちょっとそこまではいないとあれだから、あでも大丈夫、あの谷くんが帰ってきたから、カズさんが、だからジージーは大丈夫、いやしびれるね、綱渡りだわ、ほんと、困ったなこりゃ、これなんだっけな、それブドウ糖だから、そうだそうだ、ブドウ糖だから指のためにその辺に置かなくて、なんか、車に3個ぐらい積んでいかなくて、いやいや車はだって運転しないんだから、あそうかそうか、そうだよ、だからバッグの中だね、入れておくなら、そうそうそう、あれっすか、うん、バッグの中で低血糖になった時に自分が運転してつもりでいたよ、そうね、大変なことになる、それで何、明日じゃない、明後日だよ、明後日が点滴、アンモニアを抜く点滴、点滴もいいか、これなんで最近なんだ、25日だよ、だから今日は行ったじゃない、もうだからもうこれはいいのよ、そうもう今日29日だよ、あそうそう、だから次は12月5日だから、あ、はい、これはもういいからね、いいのね、うん、これはもう終わった、これはもう終わったから、これがすごい苦いらしいのね、うん、でこの味が大丈夫だったら、うん、その木曜日は打つんだけど、それから先の点滴がなくなるかもって言ってた、うん、でその味の大丈夫かどうかを木曜日に確認したいって言ってたから、だから水分がこんだけ取ったよって坂ちゃん説明する、うん、だけどやっぱり私が言わないと取らないから、自分でチータンが首ぶる下げるのに何だかやってくれたのに、下げてるだけで首を鍛えてるんだってな、一個に減らないじゃん、じゃん、うん、声によって減ってる、表から早く飲んじゃえばいいのに、首を鍛えるんで残しとくんだってよ誰が本当に洗うしかないよ、ああ、防水シートもあの捨てちゃったんだ、あ捨てないよ、あるよ、その辺そこにあるんだっつってたっけね、だけどさ、あ、じゃあ防水シートは捨てちゃったのかな、捨てないって言ってんのだから、え、どこにある、使ってないんだから、
だってこういうシートだよ。ここ知ってる。紙じゃなくてビニールみたいな。そうそれよ。それがあったんだよここに。今何探してるか覚えてる？ん探してる間よくわかんなくなっちゃうでしょ。よくわかるね。わかるよ。なんか、うん。何探してるかわかんなくなっちゃう。そうでしょ。だから防水シートだったんだけど、まあいいよ。チーターに言っとくから一回。防水シートだから絶対あるはずなんで、この辺に。お疲れ。何？ママは一緒に歌うの。ずっと首が鍛えられてる。あー疲れたよ。疲れたね。手洗ってくる。あ、手洗ってきて。ごめん。で、いつかはチーターも行けるん？行ける。1日も5日も行く。あ1日も行くでしょ、うん、うん、これも、ここ、がんセンター、5日も休み取ったから。そしたら、たかちゃんも6日だけ行ってくれればいいんだ。うん。うんうんうん、6日が、そう、ケースね。金曜日は何なの、うん、それ行ったらしばらくないかもってよ、足。よかったね。うん、腹耐えた方がいいよ。こいつを見てになっちゃった。もうね、閉じちゃうでしょ、水が。ただ、色がさ、あれ大丈夫なんだ。ちょっとむくんでるね。そのまま行っちゃったんだよ。あすごい、でも良くなってるね、なんか。あ、いいよ、剥がさなくていい。うんうん、この足がむくんでるってんだって。これむくんでんの、これ。むくんでる。水分取らないでおしっこもしてないからだよ。ぎゅーっておっぺそそのままになっちゃうんだよ。うん、ほら。あ、でも、あ、そうだね。うん、前のゾウの足を。ね、これさ、ちょっと一回靴下脱いときなよ。水分、あ、あんま取ってなかったね。うん、これそう、だからおしっこが出てないから、あ、そうだ、出てないんだよ。入れてたかね、散々びしょびしょにしちゃったんだから。それは昨日一気に飲んだから、ね、昨日だよ。私が来て、600ぐらい飲ましたから。うん、夜は吸えるもの？大きいのにすれば。大パッドってあるから。うん、夜。そのまましちゃっても、4回分ぐらい吸収する。大きいのがそこにあるんだよ。それを使うんだよ、夜は。ギハパンのパンツ式なのね。ね、これ重くない？飲んだ方がいいんじゃない？これすっごい重いだ、ほら。そうだよ。うん、ちょっと飲んで。言わないと飲まないの。大きいパッド。あ、それを夜寝るときに使うの。あれ蓋開けてやんねえと万年だね。それだからじゃあ もらってこなかったっか、でかいおむつ、まあ、誰かもらって。あ、ちょっと戻ってるね。なんで俺がそんなおむつなんかもらってくれ待ってくれ記憶がね、こうなんかまだらになるよね。もらってきてるの気がしてる、なんかおむつかなんか。木曜日、うん、このお薬が1週間分しかなかったの。だから木曜日またもらうのね。あの、関根清美って言ったらもうお金払ってあるから1週間分出すって、うん、これね。あ、じゃあ松清でもらうの。そうそう、松清で。お金払ってやるの。 お金払ってやる。わかる。うん、お金はちゃんと払ってやるから。向こうが20個不足。うん、うん、で私全部言ったっけ？大丈夫。木曜日ね。で、採血があるからね。早めに来てってことで。で、ママこれ、あと21日分もらってくる。あ、そう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 。